ボリショイ劇場、ボリショイ劇場、正式名称国立アカデミーボリショイ劇場はロシアのモスクワにある劇場。ロシアを代表するバレエ、オペラ劇場、歌劇場である。ボリショイとはロシア語で大きいを意味し、単純には大劇場。ロシア国内のいくつかの都市には複数の劇場が存在し、大きなものをボリショイ劇場と呼び、小さいものを マールイン劇場と呼ぶ監修がある。ロシア国外では、一般に、ボリショイ劇場といった場合は、モスクワのボリショイ劇場を指す。1776年、ピョートル・ウルソフ、ペター・ユーラソフ公爵とマイケル・マドックス、マイケル・マドックスによって、ウルソフ公爵邸で、オペラやバレエ、ドラマの上演が行われたことが、ボリショイ劇場起源であるとされる。 その5780年モスクワ・ムホバヤ通りのパシュコーフ帝を得て、ペトルフカ劇場、パトローブカテアトル、またはペトルフスキー劇場を専属の劇場とする。この劇場で演劇とオペラを制作、発表するようになった。やがて提出劇場の管理下に置かれるが、現在のボリショイ劇場の建物を得るまで、計3回の火災に見舞われる。 1805年の火災でアルバート通りの新アルバート帝国劇場に移転するものの、この劇場も1812年ナポレオンのモスクワ侵攻の際、モスクワ大火で消失した。1825年現在のテアトラーリナヤ広場、ティトラルナヤスクエア劇場広場の敷地に、A、ミハイロフ、オシップ、イアン・イワノビッチ、ボベ、アーシップ・イーバノビッチ・ボブの設計の下、 建設された。なお、これに先立つ1824年ボベは、マールイ劇場、小さい劇場の意を建設している。ボリショイ劇場は1825年1月18日、落成し、当初、ロシアの作品のみを上演し、外国人の曲目、作品が上演されるようになるのは1840年を待たなければならなかった。 しかしこのロシア古典主義様式に基づく劇場も1853年に火災に遭い、甚大な被害を受けた。1856年、アリベルト、アルベルトカボス、アルバートケイボス、オペラ作曲家、カッテリーのカボスの息子によって焼け残った正面列柱と壁面を生かして、改修工事が行わた結果、現在の劇場が完成した。また、この改修工事の際に、 正面ハー布の上に彫刻カピークロットによる太陽神アポロンの四頭立て馬車、クアドリーガの彫刻に変えられた。独祖戦で劇場はドイツ軍の攻撃により被害を受けたがすぐに修繕されている。ボリショイ劇場の施設は観客席数6層2150席をホールに有する2002年11月2000人を収容できる小劇場。 ボリショイ劇場新館が建設された。2005年7月1日から、ボリショイ劇場本館は老朽化の進んだホールを修復するため閉鎖され、6年の歳月と200億ルーブル、現在のレートで約470億円以上を投入し、大規模改修が行われた。この間、本館におけるバレエ、オペラは、上演が中止され、ボリショイ劇場新館と、 クレムジンのクレムリ引退会宮殿などで行われた。2011年10月28日、再開。バレエのコケラ落とし公演は、チャイコフスキーの眠れる森の美女が上演された。コケラ落とし直前に、ボリショイバレエの男性ダンサーの一人、ニコライチスイカリゼが、ボリショイ劇場の修復は、金箔の代わりに、ペンキが、装飾に、プラスチックが使用されており、さらに天井低く、 バレリーナが頭をぶつけそうだ。もはや文化的破壊と批判する発言をした。メドベージェフ大統領を迎えての修復完了記念セレモニーでは、ニコライチスイカリゼの姿はマくクスベトラーナザファーロワがスポークスパーソンとして挨拶をした。彼女は与党統一ロシアの党員である。ボリショイ劇場は管弦楽団とバレエ団を有している。 ボリショイ劇場におけるオペラとバレエは19世紀のロシア帝国の強大化を背景に国民学派の流星や西ヨーロッパのバレエ作品の上演によって西欧に被験するものに成長していった。ただしバレエについては、定政時代には宮廷のあるサンクトペテルブルクのマリンスキー劇場に遅れを取らざるを得なかった。ボリショイ劇場が名実ともに世界にロシアを代表する 歌劇場となる天気となったのが、ロシア革命である。ボリショイ劇場は、ソ連政府の国立劇場となり、全面的な援助、講演、それに伴う統制も含むがを受けることとなる。ボリショイ劇場ではロシアを代表する大作曲家のオペラ、楽曲が講演されてきた。特に19世紀から20世紀にかけて、国民学派の勃興、グリーン化、ロシア5人組に代表される、 音楽家の出現によってらの手になるオペラの上演が行われた。また、チャイコフスキーは、公共的バラード作品78、地方長官を、ラフマニノフはオペラ、アレコ、フランチェスカ・ダ・リミニをボリショイン劇場で公演している。さらにこうしたオペラを後押ししたのが、ボリショイン劇場所属の歌手たちで、ヒョードル・シャリアピンを筆頭に名歌手の縁が評価されることとなった。ボリショイバレーは、 モスクワのボリショイ劇場を本拠地とするバレエ団であり、サンクトペテルブルクのマリンスキーバレエと共に、ロシアを代表するバレエ団である。チャイコフスキーのバレエ、白鳥の湖は、1877年にボリショイ劇場で初公演が行われた。ソビエト連邦時代には、バレエ団が数百あったといわれるバレエ大国において、バレエ界を牽引する、中心的な役割を担ってきた。 マリーンスキー劇場は宮廷を起源とし、王族、皇族の庇護の元貴族階級を対象にした劇場であったのに対し、ボリショイ劇場は地元の名士、皇爵が解説し裕福な商人階級向けに発展を遂げきた。1902年ボリショイバレエ団長に就任したアレクサンドル・ゴルスキーは、ボリショイ劇場でのバレエ演目を増やすとともに、演劇改革運動に触発され、 バレエの世界に新風をもたらした。ロシア革命後は、レニングラード、ケンサンクトペテルブルクからモスクワへの遷都と、ソ連政府によって、最も重要な国立劇場として位置づけられたことに、伴い、マリーンスキー劇場からバレエ関係者、教育者、振付師、ダンサーなど、が次第に、ボリショイ劇場へと活躍の場を移していった。こうした人材の流入によって新たな作品と、 更新が育成された。第二次世界大戦後は、スターリンによって、マリンスキー劇場から移籍した、ガリーナ・ウラノワの活躍や、スターリンの死後1950年代後半から始まった、国外公演によって、ボリショイバレーの名は、国際的なものへと成長した。ボリショイバレーのレパートリーは、チャイコフスキーの三大バレー、白鳥の湖、眠れる森の美女、くるみ割り人形、 ハチャトゥリアンのスパルタクスをはじめ古典、新作など多岐にわたる。ソ連崩壊後は言論統制がなくなり西ヨーロッパ諸国の作品も上演するようになった。なおボリショイバレーには支部としてブラジル南部の都市ジョインビレにボリショイ劇場学校がある。2013年1月17日、現地時間に同バレー団の元ソリストで 芸術監督のセルゲイ・フィーリンが何者かによって共産を顔にかけられ、やけどを負う事件があった。バレエ団内部での構想が背景にあると見られている。サンクトペテルブルクのボリショイ劇場。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。